ふと逆の喋ろう。というわけでラスト、ちょっとだけですが、ふと逆の皆さんと喋りたいと思います。熱っ。じゃあですね、ちょっと前でよか。はい。今日お越しの方で、僕に1回でも1万円以上のスーパーチャットを送ったことがある方、ちょっと手を挙げてください。ちょっと喋りたいな。じゃあそのティアラをつけてる女性、ティアラですよね、それ。あー、静岡の優香やんなあ。ほんま、うわー、まあ、ふと客はふと客、この間ね、初めて1万送ってくれたけど、何を隠そう、 M1 前の TO でしょう、俺のトップウォーター。若手の劇場時代にもう M1 取る全然前から、俺が何チケ売り、こんな手売りどうですかって5枚もらうねん、乗るまで1枚しか売れへんねん毎回。その1枚の人が、ま、どうしたん、どうしたんというか、ありがとう、元気、元気です。なあ、何歳になったん。今年で28歳。あー、大きなったな、お前もそうか。え、何年ぐらいの俺を応援してたん、最初は。2017からか。2017、 ABC お笑いグランプリを優勝する年や。ほんで M1 優勝まで毎月単独やって、それももちろんな、追っかけてくれて。そうやで、あの差し入れ何がいいですかって言われて、そういう質問若手芸人よくあるんですよ。で、まあ、あの、まあ、水でいいですよとか言ったら、箱で、段ボール箱で水くれたりとか、あとは服、洋服も段ボールでくれたりとか、あとミディキーボードもくれたよな。ほら、すごい。俺がめっちゃ金ない時に、ヒャダインと一緒の機種のこんぐらい88件のキーボードをくれて、でそれ正直動かんかったんよ、接続があれで。でも俺ちゃんと東京持って行って、今でも家ありますからね、あれ、あのあなたからもらったものだから。すごい、すごい子さんのファンよ。嬉しい、こんな言ってもらって嬉しいよな。久しぶりやん。元気してんの。元気です。なんか どう最近どう。楽しいです。お前、俺を M1 優勝してどうなった。まあそうか、手売りとかの機会がなくなったから、そもそも触れ合いとかなくなったんや。 M1 優勝した時どう思ったんですか。テレビで見てた、生で見てて、どうやった。優勝した時は嬉しかったけど、なんかその次の日から朝めっちゃ出るじゃないですか、ニュースとか出るね。そっからなんかすごい現実だなって。あー、まあちょっと遠くに行ってしまったみたいな。うわー、そうか、そらあるやろな。ほんでなんか推し編みたいなのした、その後。今アイミョンが好きです。今アイミョン言ってるね。俺の後アイミョン。なんで俺の後アイミョン言ってんねや。あー、そう。でも今日久しぶりに来てくれたんや。でも毎月当たったら来てます。あ、電化に。で、この間スパチャ投げてくれて。うわ、めっちゃ懐かしいわ。驚異の記憶力やな、俺。ほんで静岡ってのも覚えてるしな。今も静岡な。今も静岡。あん時何歳やった。あん時が23とか。その時もう働いてたっけ。で、一緒、変わらず職業。おい、何やっけ。内緒です。内緒か。やから知らんかってんな、俺。ほらほら、すごい。いや、すごいわ。いや、久しぶりやな。どうですか、俺の、まあ、テレビでの活躍とか M1 優勝後、あんな劇場でわーって見てた粗品がこうやってわーってテレビ出て、どう思ってた。すごいな。あー、まあでもなんか推しがいはちょっとなくなった。なんかテレビ出てるとちょっと気まずいみたいな。ちょっと気まずいなんでなん。キモいですけど。例え方キモい。元カレみたいな感じ。誰が元カレやん。誰が元カレやん。例え方キモいねんお前。まあまあ、感覚的にはそうか。ちょっと違う世界に行ったかもあるしな。あんだけこの距離で喋ってたのに、今ギャーって言われてるやんとか、出待ち禁止やとか言い出してるやんとか。思いました。
いやでも俺、まあ、まあまあそうやな、まあ、それは昔からちょっと嫌やった出待ちは。でもあれ地形売りはな、しゃあないからな。わあそうか、ごめん、優香でやってるよな名前。ああ優香に拍手を。いやすごいよ、よかったね。いやほんま一時期あの人にもらった服しか着てなかったもん毎日、俺服疎いから。なんそのさファン友達みたいなのおった当時、おらんか、おった元気みんな、多分元気です。あそうね、ありがとうございます。まあ、デスダイエットをねずっとやってるんですよ。でまああのまあ755てか755でしか告知してんから全員755見てるってことでいいですか。やんな、755でしかこれも告知してへんねん。それでも結構応募は来てるんですけど、デスダイエットね、毎日体重乗せて 66.6 とかね。でこれはね大阪のホテルにあった体重計なんですよ。そう大阪に200ぐらいした時に、あ体重測らなな、もう毎日日課なってるから、でも体重計ないなと思ってたら部屋についてたんよ。で乗ったんですけど、この体重計ね、オムロンの、ちっちゃないこれええの体重計でこのサイズ感、どういうこと、測れんのちゃんと。もう足だから僕足靴ね 27.5 ぐらいなんですよサイズ。でもいやこれおかしないこれ 体重計として、このね指とか、まあ、かかととかがちょっと切れてるけどちゃんと測れんのかなと思って、ちゃんと測れてへんやん30キロ俺デスダイエットすぎるやろ。なんかね、うん、これ3つも腹立つねんな、この大阪のホテル、これ3つもこの体重計なんや、腹立つわ。ちょっとこれはね僕も発見やったんですけど、はい、まあ、実家の焼肉屋、粗品のロケっていうサブチャンネルの方でもねこの間言ってましたけども、まあこれは昼ですか、シャッター閉まってて、僕の実家の焼肉屋です、ヨーユーミキっていうね。でいや俺気づかんかってんけど、まあこれごめんなさい、 Google ストリートビューみたいなんで見てます、大宝寺通りってちょっと漢字も入ってるんですが、俺気づかんかってんけど、ここねめっちゃ家賃高いんよ、その東心斎橋の角っこ、場所にあるから。でめっちゃ家賃高いから、この上のテナントね2階ようコロコロ変わってたやん。俺が子供の時から数えるともう10店舗ぐらいもう入れ替わりしてて、いやどの店も続かんなって言っててんけど、今ミキ僕の実家の焼肉屋の上にある店ね、ビーガンベジタリアンの店でしたマジ真逆やん1階で牛でやってますけど大丈夫ですか、2階はビーガンの店やった、気まず、俺これ知らんかってんな、上がビーガンの店やった、ここ看板ね、どんだけもつかですけどね、このお店もビーガンね怖いね。